仮想通貨で稼ぐ方法というタイトルで吉田さんからメッセージいただきました。アービタオンにしてもプラストークンにしても、稼げなくはないと思います。ただやっぱり最強の方法はアービタオンにも参加してない、プラストークンにも参加してない。でもアービタオンやプラストークンについての持論を展開することだと思うんですよ。私もいくつかそのための動画をお送りしましたけども、完全にこれはSEO とかね、テストマーケティングのためです。このタイトルで動画を発信したらどうなるかなってことですよ。で、私はアービタオにも参加してませんし、プラストークにも参加してません。これは今まで言った通りでございます。で、なんで参加しなかったのかっていう理由ですらこうやってアクセスになるわけなんですよ。ですから必ずしも商品を購入する必要はないですし、何かね、例えばマイアミとかに行ったことがなくてもマイアミを話題にすることができるわけですよ。だって火星で暮らしたいとかね、宇宙の彼方に行ってみたいとか、宇宙戦艦ヤマトに乗ってみたいなんて全部架空の話ですよね。で、こういったファンタジーですら人の心を共感させて、人の心に感動を呼び起こすことができるっていうのがエンターテインメントの素晴らしいところだと思うんですよね。私たちは実際に体験したことじゃないとアウトプットできないと思ってますけども、そんなことはないんですよ。で、ちょっと仮想通貨の話戻しますけども、私はね、暗号通貨確かに買ってますし、それなりに詳しいと思います。でも暗号通貨を買いましょうねとかね、暗号通貨のこの ICO に参加しましょうとか、このプラストークンなり分散型ウォレット、配当型ウォレットに参加しましょうみたいなアフィリエイトをかけて財を築いたことはないんですよね。どちらかというと ICO を買わない方がいいよとか、暗号通貨を買うんだったらせめて FX をきちんと理解して投資の覚悟をしてから行きましょうみたいなね、そういう発信なんですよ。その発信に対して私のチャンネル登録者数の方は1年間で6000人ぐらい増えたってことがあります。まさにブームに乗って多くの方が買いましょうやりましょうっていう中で、逆にですね、逆張りをしたんですよ。慎重になりましょう、買います、買うなとかね、 ICO 買っちゃダメですよとか、それからこれも投資なんで今まで投資の経験がない方はまずお金なくなりますよと、バブルっていうのはほとんどの方がお金をなくす時期のことですよって、こういうふうな発信をしたわけなんですよね。まあそうするとイケイケどんどんじゃない方が、おや待てよと、こういうふうなブームの中で違うことを言ってる人も正しいんじゃないかってことで私のところに来てくれたと、その関係が未だに続いてるってことなんですよね。まあですんで何もかも参加すればいいと思うんではないんですよ。何も何回も参加してありふれた経験をしてもあんまりお金になりにくいんで、私が考えている暗号通貨の稼ぎ方は、暗号通貨の自分の見解をずっと発信し続けて、で、暗号通貨自分はそんなに買わなくてもいいかなってことなんですよ。私がはっきりと思っているものっていうのは XRP と ADA だけですからね。ADA に関しましては上場前に買ってますんで、本当にね、十数万とかしか使ってないんですよ。なんか2口買ったかな、ちょっと忘れましたけども、特にまあでもね、本当にね、100万とか使ってないんですよ、 ADA 買うのに。で、 XRP はここ数年で買いましたんで800万ぐらい使いましたね。それ以外には本当に便宜上買ったものはありますけども、投資の意味で買ったものはないです。仕方なく買ったものはありますけどもね。で、そう考えていくと、私暗号通貨の発信をたくさんしてますけども、でも自分の保有している通貨ってたった2種類なんですよ。で、その2種類は漏れなく利益を生んでるんですよね。で、買ったこともない通貨の話題をしておることによって情報という利益も乗ってるんですよ。そういう風にしていくのがいいんじゃないかなと。まさにリスクがないです、で、人に何か特定のものを紹介するわけじゃないんで、紹介報酬が得れない割に別に責任を取る必要もないですしね、何かセールスしてるわけじゃないんで、まあそういった形でやるのが賢いのかなと思いますよね。で、しかも粗利は当日もないです。ゼロから無限大利益ですから。でも何かね、暗号通貨を買うってことは買った時点でマイナスになっちゃうんで、リスクから始まるんですよ。で、リスクに応じたリターンがあるとよく言いますけども、別にそういうもんだけじゃないかなと。リスクがないのにリターンだけ期待できるってものも結構あるんじゃないかなと私は考えてますけどね。で、今回の動画は以上です。